1681786 9977-8937-6942-943-1-2436 3562-4747-2453-5435 7465-2456-574 4936-8761-35426532 5476-552673 118 538 8799675よいよよいよ2366 3223-5756-31243-5433 378871 8676-33741867 4647-3256-7875-465-645-647 3254-5463-63-63-63 763243 3787-6531-2423-4665 7864-8-978-6754-3521-145 6575-4352-4254-2335-457 999-3252-35123-114 8947-5230-91 2147-214自分から当たりに行ってる。私ドッジボールなら会長さんに勝てるかも。2148721よアホ。攻撃される理由がなかったら余計んかい。こんなところで何を元気にはしゃいどんねん黒髪ちゃん。おお、鍋島さんだ。11組の鍋島さんだぞ。鍋島さんだ。俺たちの鍋島さん、鍋島ネコミが現れた。反則は鍋島。今日は俺たちにどんな卑怯を見せてくれるのかな。登場しただけで騒ぎすぎやっちゅうねん。そんなおもろいことしたら変で。大した人気だな鍋島3年生。いやいや、支持率 98% の黒髪ちゃんにはかなわへんよ。中華相変わらず融通の期間石頭やな。もっともその石頭より鉄球の方が硬かったみたいやけど。8568535-7453-5252-235-536-4513-2423-4324-234 何言うとるかさっぱりわからへんけど、言いたいことはわかるで。ざけんなや。大好きな友達が怒られとるのに関係ないわけあるかい。クククなんちゃって。事情は知らんけど、要するに女子同士の可愛い喧嘩やろ。やったらうちも混ぜたりや。ギャラリーも期待しとるみたいやし、うちの柔道見せたるわ。8974-1998-2361-9836-0135-2332 7675-6532-4428-4657-6564-3352 3467-5468-7463-5243-5476 1235-4676 6346-3436 柔道なのに殴った。いきなり反則。さすが俺たちの憧れ。ネコミさん。いや、厳密には反則ではないな。あれも柔道だ。その通り。試合じゃルール違反になるというだけで、打撃も立派な柔道技だ。しかし今時柔道の当て身など誰も使わん。クックック、綺麗な相手に汚く勝つ。うちの拳もなかなかの硬さやろ。柔道やから柔らかいとは限らへん。手堅く勝たせてもらうで。13組。435254 35464-6243-5670-4655 7542-6536-2431 クックック、なんやねん。まさかそのおもり外したら超スピードで動けるいうん
865375385674354354652567354354543567354567354564652564654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 65456465465456465465456465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 456465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 
いおい、じっとしてろよ怪我人。今さらヒーロー気取りで抜け抜けと割って入る気か。手遅れもいいとこだな。まあ見ていろ、この場にいるギャラリーの中には誰一人として鍋島を心配してるやつなんかいない。あいつは伊達屋水郷で反則王と呼ばれているわけじゃない。同じ側の襟と袖を取られたら柔道ではまだ振り切れんことになってねんで。一本強い、完璧、完全、受け身も全く取らせねえ。いやでもあれって、その通り6秒で反則を取られる組手だ。ただしそれはもちろん試合上での話だ。435354662、もちろん一回投げたくらいで勝った気になんかならへんよ、うちは。ところでうちはこんな風に相手を後ろから攻撃するのが好きでな。これはまあ柔道やからこそ味わえる快感やろ。4136354673546。おい黒髪、あの子今卑怯者とか叫んでた。なんだ、貴様もやつの言葉がわかるのか。いいや、ただ鍋島と戦ったやつはみんなそう言うんです。鍋島猫込みの勝利への執念は反則だってな。裏投げ決まった。